群馬の神流町、恐竜センターにやってきました。これから化石発掘体験をみんなでやります。でこちらはあの手早草っていうところの地層から持ってきた石になります。でこちらの石の中からは、貝の化石や植物の化石、あとごくごくまれに恐竜の化石が見つかっているといった地層になります。ハンマーで、巻きもらうんですけど、ハンマー使うときは必ずこちらの平らなところで叩くようにしてください。それではね、チケットとハンマー交換しますので、チケットと、チケットをお持ちください。はい、みんなこっちのあごやるぞやるぞ。黒い石だよね。黒い石だぞ。白だ、何も関係ない石が手がね。お、どうしようかな。黒い石、これちょっとわかんない。座ってみよう。あ、待った方がいいよ。ゴーグルないんだ。目に石跳ね返ない、気をつけない。割れないな。苦労しないよね。ほら、ここ。動画撮って。あ、なんかある。この辺とかもそうですし、あとこの辺のこういうもの、これも貝ですね、はい、あとこれも貝、あの植物の化石ですね。もうこれ一般にちょっと割ってもらった方がいい。もうちょっと割ってよ。これ貝じゃない？あ、貝だよ、貝。おお、これそうだよ。貝の化石を発見しました。